毎日スマホ見る人、痩せにくい人、気づいたら猫背、悩んでませんか？今回は座ったままベッドや布団でできる効果的なメニューです。スマホ顔の前に置いてやりましょう。手のひらを上に向けて後ろに回してみてください。肩、肩甲骨、可動域、動きがどうでしょうか？交互に腕を後ろに回してみてください。肩の重さどうでしょうか？首をぐるぐると回してみてください。この体の感じ覚えておいてください。それではやっていきましょう。まずは手のひらを上に向けて片手伸ばしましょう。反対の手で手首を引っ掛けて引き寄せてください。まずはこのままキープです。手のひらを上に向けることで肩が外巻きになって猫背改善、そして手を引っ張ることで肩甲骨が外側に動いて剥がれてきます。これをやるだけでもかなり痩せ筋、背中の筋肉が動いてきますので、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。よし、はい、それでは反対です。手のひら上向けて親指、手首引っ掛けて引き寄せます。もし腕がだるくなったら下ろしてマイペースで最後までいきましょう。もしね、この引き寄せ、手首引っ掛けて引き寄せるの難しかったら肘とか持ってね、引き寄せてもいいです。上からやってもいいです。やりやすいように片方の伸ばしている手を引き寄せてください。結構ね、初めのうちは首肩だるくなるかもしれませんが、やっていくうちに慣れてきますからね。よーし、 OK。 じゃあ今度は片手上に上げたら折り曲げて反対の手で肘を下に押さえてみてください。この状態でキープです。もし余裕がある人は頭で後ろに、こっちの伸ばしている手を後ろに引っ掛けてみてください。そうすると肩もしっかり伸びてきますので、下に下げながら後ろに押さえる。もしね、肘、肩硬いよって人は首を少し前に出してね、下向いてもいいです。はい、じゃあ反対もいきましょう。マイペースでいいですからね。あんまり頑張りすぎるとね、ストレッチはね、かえって逆効果になりますから、気持ちいいぐらいでいきましょうね。やっぱり肩ってね、片方だけ凝ってたりとか、やっぱり可動域もね、全く同じってことはなかなかないんで、片っぽできないよっていう方があると思います。でもね、片っぽだけ多くやるんではなくて、やるのはね、同じだけやっていくと、それが同じようにできてきますんで、いい方も悪い方も同じだけでいいです。ゆっくりやっていきましょう。はい、OK。で、この手を腰に当てて、手首を持ちましょう。そして、横にね、少し引っ張った状態で、キープです。この状態で胸を張ってキープしてください。まあ、肩甲骨をね、グリッとひねっている感じです。これで背中のね、筋肉の可動域や肩甲骨の動きが良くなって、代謝が上がって、まあ、汗をかきやすくなったりね、体が冷えにくくなったりしてきます。なんだかんだ痩せてる人ってね、背中の筋肉使ってますから、こういうのもね、すごい大事です。 OK、反対も一緒です。手を腰に当てて、反対の手で手首を引っ張ります。できる範囲ですよ。胸を張ってキープです。もし手首持てない場合は、ここで指を引っ掛けるとかね、こう指をね、ちょっと持つだけでもいいです。それで胸を張って横に引っ張ってみてください。あんまり引っ張りすぎるとね、肩痛くなりますから、気持ちいいな、ちょっと痛いなぐらいの感覚でキープです。力
っかり胸を張ってですね、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。よーし、OK。で、今度は片手は腰、反対の手は肩を持ちます。これで胸を張って首を倒してキープ。片手は腰に当ててます。反対は肩。もし肩たまないよっていう人はちょっと手でね、うーって肘を落ちながらちょっと触ってください。で、肩を下に押さえながら首を反対に倒します。これがめちゃくちゃいいストレッチです。両方の肩甲骨を動かしてちゃんと僧帽筋、胸鎖乳突筋も伸ばせてるんで、めちゃくちゃいい上半身のストレッチになりますから、結構肩はね伸ばして痛くなるんで、ちょっとこの休憩時間にね戻しながらリラックスしてやってください。ゆっくり肩倒すね。肩を押して首を倒す。基本ね胸を張ってくださいね。胸を張って首倒して、ちょっと痛くなったなと思ったらちょっと休んでくださいね。初日は特にね可動域が狭くて痛いと思いますから、 2,3 日続けるとねもうすごい気持ちよくなってくるんで、ぜひ続けてみてくださいね。いやーし、 OK。 で、今度は手を腰に当てて、まあ、前習いからね腰に手を置くイメージで、脇を締める、胸を張ってキープ。肩が上がってしまうと肩めっちゃだるくなるんで、肩はちゃんとストーンと落として手を引いて肘を締めて肩甲骨を内側に押した状態でキープ。で、背中寄せるとね結構首が前に出やすいんで、ちゃんと顎をねちょっと下に引いてもらって姿勢正して伸ばしていきましょう。よーし、OK。 はい、そしたら今度は手を合わして頭の後ろに置いて、頭をちょっとね後ろに持っていくイメージで、胸を張ったら左右に倒れてください。胸を張った状態で体を左右に倒す。で、ここを動かしながら背中の横、外腹斜筋を伸ばすことでね体が上に引き伸ばされて姿勢が正しくなりますから、猫背の解消にもすごいねいいです。ゆっくり体を倒しましょうね。あと少しですからね。よっしゃ、 OK。 はい、そしたら今度片手は頭の後ろ、片手は腰、これでゴシゴシゴシって動かします。横に遠くにね持っていくイメージ。これで肩肩甲骨をねしっかり動かしてください。で、この上側の手はね肩少しだるくなりますから、だるくなったらねちょっと下ろしてちょっと揺らせてねまた再開してください。できればこれもね下向かないようにちょっと前向く感じでねやってください。よっしゃ、 OK。 あと少しですからね。もうだいぶね肩周り楽になってきてると思います。反対も一緒、頭腰横に動かす。やっぱりどっちかねなんか動かしにくいなっていうのが必ずねあると思います。この動画続けたらねめちゃくちゃ肩甲骨剥がれて姿勢が正されて、汗出やすくなって代謝上がってお腹周りもすっきりしてきますからね。これをねコツコツとね、もう毎日本当はいいんですが2日に1回ぐらいでもいいです。続けてみてくださいね。よっしゃ、 OK。 そしたら今度は手を合わせます。手を前に伸ばしながら背中は後ろに引っ張るイメージで、背中腰丸めていきましょう。ぐーっとこのままキープで、
できればお腹をねしっかり引っ込めてもらって、背中を後ろに持っていく、手を前に持っていく。もし腰がだるいよって人はね、たまにまっすぐになっていいですからね、マイペースでやってください。うわー気持ちいいなこれ。よーし、オッケー。はい、最後手をね伸ばしたままでゆっくり左右に振ってみましょう。楽に手を振ってください。手を後ろにするときにね、肩甲骨がちょっと寄ってるようなイメージがねあると思います。もうだいぶ剥がれてたらね、なんか肩甲骨がね寄る感覚とか広がる感覚がね分かってきますから、そうするとね背中を使う意識がすごくできてきて、姿勢が正されて背中の筋肉使うときもねうまく動かせることができます。よっしゃー、ちょっとですからね。オッケー、もう一回やってみましょう。手のひらを上向けて後ろに手を回してみてください。よく回りますよね。どうですか、今度は片手で手を後ろに回す。初めは斜めだったのが割と真上に手が回りますよね。あとは首ちょっと回してみてください。下とか上に回すときに結構硬かったはずの首が割とスムーズに円を描ける感じがしませんか。はい、 OK です。これを続けたら上半身すごい変わってきます。上半身が変われば下半身も変わってきますから、足が気になる人、お尻が気になる人もこの動画毎日やってみてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。